サンデークリニックこの番組は静岡県医師会静岡県医師協同組合の協力でお送りします。 皆さんこんにちは野地武彦です家族一人一人が皆健康であることは何者にも変えがたいものです健康で楽しく暮らしていきたいそんな皆さんの健康に関する悩みや相談にお答えしていくのがこのサンデークリニックです専門の先生から毎週直接健康に関する正確な情報を伝えていただきます今週は先週に引き続き かかりつけ医と人生会議というテーマでお話しいただきます先生をご紹介しましょう浜松市の坂上ファミリークリニックの小野博先生です小野先生今週もよろしくお願いいたしますどうもよろしくお願いします先週は人生会議についてその意味や役割を教えていただきました、はい、人生百年の時代を迎えて例えば突然の病気などで話ができなくなったりすることもある中病気になったらあるいは高齢になってボケが出てきたら どうするどうしたいといった話し合いをしておくのが大事だということでした、はい、今週はさらに具体的にこの人生会議についてお聞きします特に先生のようなお医者さん医療関係者と人生会議との関わりについてどうぞ教えてくださいはい、よろしくお願いします <laughs> それではかかりつけ医と作る人生会議ということについてお話をさせていただきますはい。まあそもそも人生会議は 誰と話し合いいを持っても良のです<う>、はい、医師に限ったことではありません<い>看護師さんやケアマネージャーさんソーシャルワーカーさんお寺のお坊さん、はあ、ご近所の方誰でもいいと思いますいさらにあえて人生会議をしないそれについて考えないということも選択肢かもしれません、はあ、それも生き方の一つかもしれませんなるほどそれもある意味こだわりの生き方じゃないでしょうかねそのように 自由な人生会議においてですね、かかりつけのお医者さんは、どんな役割を担うことになってくるでしょうかはい、えー、ではどうしてかかりつけ医なのかということを説明させていただきます。はい、かかりつけ医というものは、何でも相談できる上最新の医療情報を熟知し、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保険福祉を担う総合的な能力を有する医師、 というお医者さんをかかりつけ医と言っていますはい。そのかかりつけ医にはどんな役割かかりつけ医のいいところはどういうところでしょうか四、はい、つのことを申し上げたいと思いますかかりつけ医は日常行う診療においては患者の生活背景を把握し適切な診療及び保険指導を行い事故の専門性を超えて診療や指導を行えない場合は 地域の医師、医療機関等と協力して解決を提供します。これが一つ目。はい。え二つ目です。かかりつけ医は事故の診療時間外にも患者にとって最善の医療が継続されるように地域の医師、医療機関との必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築しています。なるほど。はい。これが二つ目。そうです。 3つ目です、日常を行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診、がんし健診、母子保険、学校保険、産業保険、地域保険等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動にも積極的に参加するとともに、保険、介護、福祉関係者との連携を行う、また、地域の高齢者が少しでも長く、 地域で生活できるように在宅医療を推進しています。これが三つ目ですね、はい。はい、最後です。はい、えー、患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行います。うん、説明もちゃんとしてくださる。そうです,ということですね。四、はい、つ挙げていただきました。はい、患者さんと、あるいは地域とも密接な関係を持っている医師。はい、これがかかりつけ医であるということです、ね。そうだね。はい。では、患者側からすると。 かかりつけ医がいたらどんなメリットがあると言えますか、はい、えー、皆様の健康状態を知っていますまあ、健康状態以外にも家族背景とかも知っています、はい、気軽に何でも相談できるかかりつけ医がいれば体調などに関して何でも相談できるので必要なら医療面で早めの対策が取れます、はい、また専門家をせ的確に紹介できますかかりつけ医がいない場合一般の方々が自己判断で受診を 手控えたり延期したりあるいは間違った対応策を取っているうちに重症化してしまうといったことが、えー、起こることがありますこれを防ぐことができるのですはい、はい、まあ、日本医師会はまあ、第4回の日本の医療に関する意識調査によっても、えー、かかりつけ医を持っている人は受けた医療に対する満足度が高く<う>検診の受診率も高いという結果が出ています いやそう聞きますと自分にもかかりつけ医がいたらいいなという気持ちになってきますね、はい、そうです、はいえー、日本では4人に1人以上が65歳以上の高齢者まあ65歳で高齢者というかどうか別と別なんですけど、はい、まあそういった超高齢社会となっていますいい国ではその状況に対応するために、えー、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らすあるいはまあ自宅で暮らしていけるように 医療、介護、福祉などのサービスを一体的に提供できる体制の構築を進めています日本医師会ではかかりつけ医がその中心的な役割を果たすべきであると考えており皆さんにかかりつけ医を持っていただくことを呼びかけるとともにより良い医療を提供できるようその能力の維持・向上をさせるための研修会を開催しているんです。はいはい、簡単に言えば えー、単に医師と患者関係ではなく人と人との関係の中で行われる医療がかかりつけ医での医療であります医学だけではなく医学を駆使した医療なのです、まあ、単なる科学的な医療というだけではないお付き合いだということですねそうなんです、うん、だからこそ一人一人のこだわりの人生の最終段階での暮らしをサポートできるのです、えー、患者さん本人の生き方や考え方価値観 家族背景社会での立場を理解した上でその時の全身状態に応じたことを的確にアドバイスできますそのことは人生会議においても大切なことです人生の最終段階においては点滴をするかしないかにおいてもそういったさまざまな背景をもとにして考えなければならなくなります、はい、だからこそかかりつけが必要になってきます、うん 確かに、そういういいいりつけ医の方がいて、て人生会議に参加してくだされば心強いですね。ただかかりつけ医といってもすべてのことを知っているわけではないのでかかりつけ医の多職種とのネットワークも駆使して患者さん一人一人の人生会議を作り上げていくと良いいと思います、うん。ではかかりつけ医とは人生の最後にどんな役割を果たしてくれるものなのか、はい、ちょっと具体的に。 進めていきたいです、はい、えー、例えば自宅で最後を迎えたいと思ってるとしますはいそしてその人が犬を飼っているとします、ええ、まあ、ちなみに私は猫を飼っていますほうほうえー、仕事で夜遅くても、えー、帰ってくると出迎えてくれるのは猫だけですあそうですかはい私はそんな猫と最後を一緒に暮らせたら幸せではないかと思っていますもちろん 妻や子供たちと一緒にいるのが前提ですから、はいはい、それとこないと後で問題になります。はい、えここでは仮に犬を飼っているとします。はい犬に戻りました。はい、え結構犬はご主人様に忠実ですよね。はい、お死に行くと犬がベッドで一緒に寝ているという話はよく聞きます。へえ、まあそれができるのは基本的に自作です。そうですね。はい、病院でも介護施設でもそれは大体できません。はい、入院してしまえば飼い犬には会えません。このコロナ禍では。 家族ですら十分に会えないということもあります。あえても配偶者くらいです。まあ、そういった病院もあります。遠くにいる、目に入れても痛くない孫たちには会えないことが多いんです。あえてもオンライン面会や窓越しの面会などがあります。もちろん病院にはいつも医師や看護師さんがいてくれていて、それなりに安心です。自宅で療養していても、 えー、訪問看護師さんや応診して,してくれるかかりつけの先生と連絡が取れてアドバイスはもらったり、えーまあ、来ていただいたりすることもできます、はい、でもそれで、えー、それはそれでいいと思いますえい、えー、でもいつも近くにいてくれる安心感にはかなわないと思う人もあるかもしれません、うんえー、そういったことを踏まえて病状と合わせて考えてどこで 療養するあるいは暮らした方がいいのかアドバイスをかかりつけ医の先生からもらうこともできます。なるほどね、えー。人生の最後をどこで迎えるか、自宅で迎えるという選択をした場合に医療的なもののまあ頼りになるのはかかりつけ医であるということは言えるわけでしょうか。はい。まあそうですね。うん、まあこういったことが、えー、かかりつけ医だからこそ人生会議を かかりつけ医の先生を交えて作り上げていくことに意味があると思います、うんはい、人生会議により意思決定がうまくいった患者さん私3人ほどちょっと今回、えー、ご紹介させていただきたいと思います、はい、まず1人目ですが肺がんの末期です えー、そんんな時にに釣りに行った患者さんがおられますす、えー、酸素もつけてる人です、はい、あの家では寝,寝たきりでしたがその患者さんが私にぼそっと「俺本当は釣りに行きたいんだよな」はい「よく行ってたとこあるんだよ先生も行くか」っていうことをおっしゃったんですが、ねえーまあ、たまたま私はその日他の用事で行けなかったんですが、はいえー、うちの病院のスタッフそして、えー、ご家族と一緒にその方がよく知っておられる穴場の釣りの場所に行ってきました。うん はい、写真も撮ってきてもらってますけど、はいえー、そしたらその方、本当に生き生きと元気な写真で写っておられました、えーえー、ち,ちなみに、一番たくさん写ったのが、その患者さんだったということです、その方はその1週間後に亡くなられたんですけど、えーまあ、亡くなる1週間前の方がこんなことできるなんて思ってもいないかもしれませんが、はい、まあのご本人のそういった、えー、会人生会議での、 意思を表明されたことでこれができたと思います。ああ入院中に突然そう思って突然言い出してもなかなか叶うことではないですか。そ,すね、その方はご自宅にご自宅で療養されていて、はあ、それでそれができました。そうですはい。うん、えー、次の方ですが、えー、まあある癌の末期の方です。病状のコントロールをしながら、はい、自宅で最後まで家族と遊戯に暮らすことができたという方で、えー、その方は九十九歳の時から往診を始めて。 100歳を迎えてててそしし約半年経って亡くなられました<ー>、はい、100歳の誕生日には、はい、親戚一同皆さん集まって、はいえー、そのパーティーがありまして、はい、そのおばあさん本当に感動されたんだと思うんですけど、うん、手を合わせてかあの感謝して、えー、ケーキを食べておられるそんな姿を<ー>、えー、ひ孫さん小さい方まで見ておられてですね、はい こういったことも、あ,のある意味、命のバトンをつなげるといったことなのかなと思ったりもします。まあ、当初、病院であのこういった患者さんは入院して、えー、あるいは緩和的なことだけやって、えー、見とればいいんだということを話をされたんですがでも、えー、うまく、まあ、具体的に言えると、胸に溜まって水を抜くんですけど、それができれば、しっかりと家で元気に暮らせた、最後まである程度元気に暮らせたといった患者さんです。 はい、できれば自宅で過ごしたいということをおっしゃったからこそ、うん、周りが工夫をしたという,ことでうです、ね、自宅で暮らしたいだけではなくて、もうできるだけ元気で暮らしたい、<ー>そのために私たちが胸に溜まっている水を抜いたと、うんえー、そういった患者さんですなるほど、はい、医療関係者が、じゃあ具体的にそれを実現するためには、どういう方法があるのかというのは、うんはい、考えてくださるということです、ね、そうですね、うん、患者さんの気持ち、ご家族の気持ちを考えながら、えー、医療的な対応をすると。 いったことがかかま3つ目の例をご紹介ください、うんはいえー、これはですね私があの在宅医療のモチベーションを維持,続維持し続けることができた患者さんの一人なんですがあの亡くなる数日前になってきたなってら、まあ、なんか結構、患者さんの近所の方も集まっておら,おられたんですけどもういよいよ亡くなるという時にですね、えーうん、たくさんの方が集まって見えてました。はい まあこの方は病院では死にたくないとおっしゃっていた方です、うん、えそういうことをみんな知っておられたのかとは思うんですけど、なえそろそろもう危ないので来てほしいと言われて行ったときにです、ね、玄関にたくさんの靴が置いてあって入、はい、入っていくと、たくさんののの方方がその方の周りにおられましたただ、はい、ただいただけではなくって、その周りで、まああのー、ご飯食べながら、お酒飲みながら、えー、その方の昔の話で盛り上がって、はい、笑ったり泣いたり。あ そんな中であのこういう死最後こういう死に方自分もしたいなと思った、えー、思い出深い患者さんであ<ー>まあこの方がずっとあのご家族に「俺は家で死ぬんだ」とおっしゃってたからこそできたんじゃないかと思いますなるほどね、はい、人生会がいかに大事かという <laughs> そうなんです,ですねはい、うん、それではですねはい ここで人生会議やってみませんか誰がですか私と野次さんですああいいですよありがとうございますまあちょっとシチュエーション決めてみますまず野次さんが余命ばくもない末期の癌になりつつあるという状況でやってみましょうか分かりました残された命は2か月ぐらいですかねそうですね あのこれ以上積極的な抗がん剤もできない、はい、そんな状況になってきています。こういった状況ですので、最後、迎えにあたって、うんまあ、どこで暮らしたいか、どこでですか、はい、特にうちにこだわりはないんですけれども、あそうですかいろんな人とは会いたいですね。はい いろんな人と会っていただく、もし今のこのコロナ禍ですと、やはり病院では難しいかもしれないです。だとすると、ご自宅に戻られて、じゃあその方がいいですねそこで往診してくれる先生を見つけていただいたり、訪問してくれる看護さんを見つけてもらったり、もちろん、何かの時にに24時間対応してくださる方たちじゃないとだめだと思います。そういった方を じゃあ探して、はいえー、ご自宅に帰れるように調整ししていいきままょううありがとうございますこれからですねいろんな痛みとか突然苦しくなるとか熱が出るとかということがあるかもしれません、はいまあ、そういったときは慌てずにまずそういったあの先生や看護師さんに相談していただいて、うん、そまずその先生と相談して必要だったらまた入院もできます。はいはい、で えー、も,うもちろん在宅、家でと思っていても、最後まで家にこだわる必要もないと思います。えー、もし、もう入院したいなと思われたら、また言っていただければ、入院できないわけでもないですし、はい、あそうですね、はいはい、場合によっては、えー、ホスピスをご紹介することもできます、はい、うちで過ごしたいと言ったのは、はい、誰かに訪ねてきてほしいからなので、特にうちにこだわりはないですから、はい、そういう選択も最後はありますね。ただ、あのー、の場合ですとと割比較的 なくなる直前まで元気なこともあります。はい、なので、最後の最後までお友達と。いろいろ楽しい時間を過ごすこともできるかもしれませんので。あはい、まあ、もしあの、まあ、可能であればね、可能であれば、というか。はい、えー、場合によっては、まあ、最後まで入れて暮らしていただくこともできるかもしれません。はい。はい、最後まで、死ぬ前日まで友達と。 できればお酒を飲みながら話してたいないいですねそれねはいはあのまあお酒美味しいと思えればそういったことをやっていただけるいいですか？あると思います。もしお友達とどっかに旅行してしたいなと思わればいいですね。行っていただいてもいいと思います。酸素ボンベを持って旅行に行かれた方ありますよ。でそういった時はですねかかりつけの先生応診してくださる先生からあのまあ急な場合の変化の状況のためにあの紹介状とか書いておいてもらうといいかもしれません。はい。 近場でいいですので。はい。近場でいいですか。浜松の温泉でも。あ、そうですか。はい。行こうかなと思います。関山城温泉。そうですね。ぜひいらしていたださい。あと思います。よろしくお願いします。今日は浜松の坂上クリニックの小野先生にお話を伺っております。はい。こんな感じで人生会議が進んでいくんですか。まあ実際もっとあの病状の説明からあの入りますので、あのもう少し時間を取ることが普通ですけど、まあこんな感じですね。はい。ほう。もう一つしますか人生会議。え。 野次さんが、野路さんのご家族が認知症になって、食事を取れなくなってきた、自分で自分のことを言えなくなってきたという時です、妻をイメージしましょうかね、妻が認知症になったと。じゃあ、野次さんの奥さんですけのどあかなり認知症が進んできて、食事が取れなくなってきています。 まあこのままですと、ま,あ、まずあの私,たち私たちというか、のこの施設の人たち、方々もまあ頑張って一生懸命食事を取らせてくださるとは思いますが、はい、えーむせたり、<あ>むせて護衛ん性肺炎を起こしたりといった危険性も出きてきています。はい、そうなると、あのもう食事も解除してても取れなくなるかもしれません。はい これからどうしていくか、うんあの、もしお考えになっていればあの、お考えを聞かせていただきたいですし、掃除なければまた考えていただかないといけません。食事が取れなくなると、えーえー、約水分も取れなくなると、まあ、残された時間が1週間程度、長くても1週間程度になってしまいますの、はいえー、そこで、まあ、今後、点滴をするかどうかとか、えーまあ、点滴すればあの残された時間が1、2か月になるかもしれませんけど。はい それでも,もう最後の時間が見えてきます、うん、まあそれがお辛いということであれば、はい、例えば鼻から管を入れて栄養を取っていただくといったそんな選択肢も出てきます、うん、まあそういったことをこれから考えていただく時になってしまいましたもしあの今何かお考えでしたらそれ言ってできればそのように対応させていただきますしそうしなければまたあのゆっくり考えて皆さんと。 あのゆっくり考えていただければと思いますが。会話のようなことが、うん。はい、どのくらいまでできるのかな、はい、というのが。まあ。はい、会話ですが。はい、まあ、あの食事が取れない状況ですので。あの。そんなにも会話できない状況になってきてると思います。えー、すはい。はい このコロナ禍であまり会われていないのでそ、そこはあまり認識されていないかもしれませんが、はい、あの結構寝てる時間が長くなってきているそうです。そうですか。はい、まあただ声をかければ目を開いたり、うん、少しはあの目を見てうなずいたり、うん、あるいは手を握れば手を握り返してくださることはあるかもしれません。そうしたら、うんはい、あの我が家に妻が可愛がっていた犬がいるので、はい、あそうなんですか。その犬と一緒に、はい。はい。 まあ最後を迎えさせてやりたいなっていう気持ちもありますので、はい、うちに帰ってきてもらって、はい、で妻の妹もはい、長くはい、そのうちでですね長い時間妻と過ごしたいと言ってましたから、そうなんですか、はい、はい、うちに戻ってきてもらおうかなというふうに思いますね。わかりました。はい、でおうちに帰られた後はい、まあ点滴をするとかはい、また積極的で英語を取るかとかは、それまた考えていただければと。あ、うちでもそれはできるんですね。うちでもできます。はい。 それならば、やはりできるだけ長く、チューブによって流動食を入れたりすることで、長らえられれば、できる限りお願いしたいなといまかりました。ただ、奥さんがお元気なときに、うんあの、そういったことをやりたいと思っておられたかどうかということも、ポイントになってくるんですが。いや、妻の母がですね、はい、かなり長く、護衛ん範囲で入院してしまって。はいはい 面倒を見るのは大変だったということをちょっとこぼしてたこともありますのでそういう意味では迷惑をかけたくないという気持ちもあるのかもしれませんが、はいはい、でもそうですねそんなに何年もということは多分ないんだろうと思いますから、うんはい、そしたら私はうちで見てやりたいですねわかりました、はい、まあ何年もってこともあるかもしれないんですあ<ー>まあでもあの、まあ、で,きるできるとこまでやっていただくということで、うん、あのー 富さんの奥さえの愛を感じることができましたので、はい、あの。じゃあ、鼻から管を入れたりなんかしながら、うん、あの頑張って生きていただこうと、はい、お二人で頑張っていただくように。はい、えー。調整していきたいと思います。うんなるほど、はい、いや、自分のことよりも難しかったですね、やはり。そうですか。やっぱり難しいですよね、はい。だって妻と人生会議開いてませんもの、まだ、はい。はい。これは妻が本当に、何を自分の最後として考えているのかを。はい 夫としても聞いておくべきですねと思いましたそうなんですいやあのー、大事なことなので、はい、こうかなってイメージすることはあります想像で、はいはい、だいたいこうかなって思うことは、はい、まあ妻ですから、はい、考えはあらかたわかってるつもりではいますけど、はい、本当に生き死にに関わることなのでこうかなではダメだなと思いましたはっきり聞いておいたほうがいいなと思いましたそうですねはい。 まあそれも大事なことだとだ思います、うん、まあただ、いろんな会話の中でこうかなと思うところの積み重ねも一つありなのかもしれませんはっきりと今日人生会議しましょうって会議するのも人生会議ですし、うん、少しずついろんな会話を積み重ねていく、はい、で結論を出して、えー、その中でいろいろ結論を出しつつでもまたあの気持ちの変化があったらそれを修正していく。はい そそここも人生会議の大切なところですそうですすうね、はい、1>, 1回出した結論、うん、75の時に出した結論と、はい、もう少し長く生きて80の時に考えが変わるってこともありますもんねあります、はいえー、自分の健康の度合いによっても変わってきます、えー、あの元気なうちにはこうしたいと思っていたけど、うん、やっぱりやはり弱ってきた時に、えー、そこまでしたくなかったとか、うん、もう自然でいいとか も出てくるかもしれません。うん、なので、えー、そこはかかりつけ医のセンサーと相談しながら、<う>自分の残された人生が時間がどれぐらいかとか、いろいろ話を相談しながら、えー、考えていくのもありかと思います。遠慮なく、うん、考えが変わったことを伝えていいということですね。そうなんです。そこ大事なんです。はい、それが人生かけです。あそうですはいす、はいうん。非常に自由な自由度の高いその考えを。 述べていいんだということは分かって、少し安心しましたす。そうなんです。うん、そこは本当に大事なところです。はい。はい、今日はシミュレーション的にではありますが、私の人生会議を開いていただい。はい。ありがとうございます。本当に。どうやって死のうかな。最後はどうやって家族と迎えるのかなということを、真剣に考える時間が持てて有意義でした。はい。ありがとうございますいや。こちらこそありがとうございます。はい、人生会議という言葉、少しは身近に。感じれることをできるな、なりましたでしょうか。はい、具体的によくわかりました。はい。うん、はい。ええー。 静岡県医師会は静岡県の行政の方々と共同で、えー、かかりつけ医と人生会議の普及啓発をしております、えー、3月13日日曜日ですが午後1時半から静岡市の静銀ホールユーフォリアにて泣いて笑って人生会議泣いて笑ってっていうのはちょっとこだわってました、はいえー、泣いて笑って人生会議というタイトルで県民の方々向けへのセミナーを予定しておりますいい 静岡県版の人生会議に関する冊子の編集にその責任者としてご尽力くださった静岡文化芸術大学学長の横山先生や、えー、商店の林田紀久夫師匠その弟子さんにもご参加いただいてセミナーを開催いたしますぜひ皆様ご参加いただければと存じますコロナの問題が解決されていれば入場無料での現地開催と YouTube での併用で開催いたします どうかよろしくお願いします、はい。日時と場所をもう一度申し上げましょう。3月13日日曜日午後1時半から、静岡市のしずぎホールユーフォニアで開かれます。泣いて笑って人生会議。えこちらにどうぞ入場無料ですので、お出かけいただければと思います。先週、今週と、かかりつけ医と人生会議というテーマで、浜松市の坂上ファミリークリニック、小野博先生にお話をいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 次回の放送では胆石の治療についてお話を伺います皆さんからの相談ごとまた取り上げてほしいテーマをはがき封書ファックスで番組宛にお寄せくださいお便りの宛先は郵便番号 422-8680SBS ラジオサンデークリニックの係ファックスは054287-5555 054-287-5555いメールはクリニック・アットマーク・ d i g i s b s ドット・コムですいメールは CLINIC ・アットマーク・ d i g i s b s ドット・ COM です番組のホームページは SBS のホームページの SBS ラジオの欄から「 この番組サンデークリニックをクリックしてくださいご相談もそこから送信していただきます相談には必ず連絡先をお書き添えくださいね匿名希望の場合はその旨お知らせくださいどんなことでも結構ですので症状や不安なことなどできるだけ詳しくお書きいただければと思います皆さんからの健康に関するご質問ご相談をお待ちしていますこれまでの放送については インターネット、YouTube の SBS ラジオのチャンネルなどでご覧いただくことができますお相手は野地武彦でしたこの番組は静岡県医師会、静岡県医師共同組合の協力でお送りしました